今日はですねゲストをお迎えして、東日本大震災の時の車椅子でこう被災した方のお話を聞こうと思います。鈴木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、ここは今気仙沼市に来ておりまして、鈴木さんは気仙沼市の出身在住、はい、10年前も車椅子で、そうですね、はい、その時の、津波などがあったと思うんですけど、状況をまず当時の状況を教えていただきたいんですが、地震があった当初は鈴木さんはどこにいたんですか？僕はその時パチンコをしてました。これ笑っていいとこなのかなって言ったパチンコをしてました。それ気仙沼市内のパチンコ屋さん？はい。あ、なるほど。もういろんな感じですね。玉はこぼれる、券売機も倒れました。そしてもうガラスももう割れた状況で、もう揺れがすごいかな。まずその揺れた瞬間台にかって、でも掴めないですよね。鈴木さんの計算だから、こうやってやっ普通にやってて、はい、このまま始める。こう自分がこうやばい車椅子倒れるってはならなかったんですか？当たってたんですよね、その今当たって手は離さないのよ。まあ結果津波来ちゃったけど、うん、津波って来るもんだと思ってなかったから、うんうんうん、まあ大丈夫だろうぐらいにやってましたね。結構な揺れだったのに。駐車場にあるのはもうそんでももうまだ道路の路面が波打ってる感じで、電柱の混乱を。それ揺れてる最中に自分で漕いで外に出たんですか？いや、通路の玉とかガラスとか、うんうん、もうとにかくいろんなものが落ちてたから、うん、隣のおばちゃんに教えてもらいました。揺れが収まって、まず家に帰ろうと思ったんですか？はい、その時、うん、車はたまたま整備に出たもんで、知り合いのおばさんがいたんですけど、そのおばさんに乗っけて来てもらった時に、家に送ってってもらおうと思ってたんですけども、その時の途中に母親の車が前から走ってた、中学校の方に上がって行って、じゃあ母親行ったから僕も行こうかって思って行ったのが途中の最後の一日ですね。じゃあその時に、なんかこう例えば防災無線であったり、そういうのでこう津波で避難してくださいみたいな、消防の人たちが避難してくださいみたいなのなかったんですか？あ、ありましたね。あったけど家に向かおうって。家に向かいました。震災の前の年に緩い津波があったんですよね。そんでそんなもんかなと思うんだけど、揺れは尋常じゃないなって思ってはいたんだけど、家に帰ろうとしてました。家が壊されるほどの津波は来ないだろうって思ってたってことですよね。はい、結局そこから家が流されてなくなって、避難所生活っていうことになったと思うんですけど、それは避難所 の中学校、その避難したところの中学校の体育館の中とかで生活してたんですか？いや、体育館の中は行けないかったです。行こうと思うのもあなた、それは車椅子だし、寝るのが地べたの状態だから。ってことは、じゃあどこで寝泊まりをした？車の中。車の中、そのシートを倒して、はいはい、で、褥瘡があるじゃないですか、我々には、はいはいはい、どう注意してました？褥瘡は、僕若干痛みあるから。あー、なんとなくわかる。痛いなと、痛くなってきたのをちょっと薄く上げて、下にたまたまタオルとかあったので、タオルを挟んだりとか。家にいなかった分、要は荷物っていうのが自分がそのパチンコ屋に出かけた時のものしかないわけじゃないですか。はいはいはい。開発障害のところのトイレ事情っていうのはどうしてたんですか？正直トイレは自分その時に感情的とかそういうのもなかったですし、何日かしたら避難所の方が病院に行かれて薬が欲しい方みたいなのが回ったんですよ。その時に母親にお願い
その時はコンビンっていうのを作ったもんで、うん、それで何日間一緒に。そのコンビンって出せるんですか？貯めて出す。バレると一緒なんですけど、うん、袋に繋いで、うん、いろいろある感じです。基本それって使い捨て。1日交換のやつを数日間ずっと消毒もできなくて、洗うこともできなくて使ってた。そうですね。便の方は、大体でもあれですか、サイクルとしては毎日出す人、それとも僕は3日とか、中1、3日、4日、適当ですね。ああ、その館長が来てから行った感じですか？来てから、パーキングのトイレに行きました。その中学校のトイレは多目的トイレがなくないです。でもあれなんですよね、パーキングのトイレに行ったけど、はい、いや断水をしてるってことですよね。だからちょっとなんかあんま表現よろしくないんだけどその多目的トイレもやっぱり普通の人も使ってる、してる状況だから、ね、山のようそのまんまの状態、うん、お風呂はどうしてますか？お風呂は入れません。一応自衛隊の方とか、なんかお風呂の準備とかしている映像があったと思うんですけど、あのお風呂には入れるんですか？多分手を借りたりすれば入れたんだと思うけど、僕その前にお姉さんのお家に、1週間か10日ぐらい車で生活して、その後お姉さんのお家に行ったので、仮設住宅っていうのも無理ですよね、車椅子とか。あ、僕ちょっと借りたんですよ。はいはい。車椅子対応になってて、その部屋の窓で、スロープで上がってって、玄関は壊れてる。でもお風呂とかは狭いんですよ。じゃあトイレとかお風呂は、まあ、誰かがいれば行けなくはないけど、会社がいればって、一人ではちょっと難しいっていう感じで。他の車椅子の方とかいました？いやちょっとこういうのがそんなにリアルになっちゃうんだけど、もう車椅子の老人ホームのおばあちゃんとか上がってきたのを見てたんですよ、よくだから、おむつ頭にかぶって、もう本当に寒かったんだよね、そんな。だから実際車椅子のおばあちゃんたちは、お舞台館の中は入ってないから、なんとも言えないんだけど、やっぱりそういう、あと、癖の人とかがいたと思う。また例えば同じようにまた地震が来て避難しなきゃいけないってなった場合は、やっぱりまた車中泊を選びますか？車中泊。ああ、そうなんだ。絶対無理だと思う。何が無理だと思います？やっぱ寝床？寝床は無理でしょうね。エアーベッドとかじゃないですか。ああいうのはあっとるかな。結構その被災した人から見て、なんかもっとこうだったら良かったなとかってありますか？仮にもしその時家にいたらどうしてたとか考えました？家にいたら逃げれない。もう諦めるってことですか？諦めるんじゃなくて来ないと思うと、来ないって考える。じゃあ今だったらどう思いますか？今だったら、今すぐ家が高いなら、多分家が安全かなと思うけども、違うところにいたらやっぱもう高いお家はまあいいのね。地震来たな、落ち着いたなって思ったらすぐ逃げようって今は思う。早い方がいいね。ちょっとの時間がだいぶ変わってくるけど、道路のドアも混んじゃうから、このままでは逃げられないからね。確かに車混んでて、車からじゃあ降りてさすぐ逃げますってはできないですもんね。用意しょって、それからスタートだから、2年しか方法はないのかなと思うね。じゃあその避難所に関しては、エアーベッドみたいなのがあったら理想的。それはちょっと、言っちゃう贅沢になっちゃうんでしょうけど、避難所って考えるより、そこは自分たちで何とかするって感覚で考えた方がいいのかなと思う。まあ、仮にじゃあ車の中にああいうのがあったら、まあ使えるよなって思うってことですよね。だからトランクにはやっぱり毛布かなんか、ま
軽くして積むから。今じゃあなんか防災セットとかあります？はい、あ、ないです。ないです。それはないです。でも車には1本予備のカテーテルがいる。1本でいいの？1本で、あ、使い捨てじゃないのだから。ああ、その使い回しができるやつですね。うんうん、あ、でも本当にそう、私も使い捨てとは普段使い捨てなんですけど、うん、その使い回しができるやつは1個だけ予備で持ってます。絶対持ってないの。え、艦長は置いてないんですか？艦長は1本は積みますね。自分が普段車を持ってて車で移動するんであれば、まあ、そういうセット、まあ、1個とか2個とかは常にあった方がいいっていうことですね。そうですね。なんかありますか？来てねとか。ああ。来てねとか。ね、この通りね、綺麗なロケーションで。そう、今日すごい。とっても橋もかかりましたし、ね。すごい綺麗だったですよ。うん、綺麗だった。橋通ったら、うん、ぜひ気仙沼に遊びに来てください。ね、食べ物、これから食べ物を食べるので。美味しいものを食べますんで。そう、美味しいって言ってた。楽しいです。お魚食べに来てください。はい、じゃあこんな感じで、はい、今日はお話ありがとうございました。はい、ということで、この動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。グッドラック。